ラマ、私の火星夫なぎささん、TBS 系4月14日からの放送開始が新型コロナの影響で延期に。横浜市内のとある駅前でそのロケを目撃したのは、3月中旬の夜8時過ぎだった。芸能界一の美男美女、内田有紀ハート、柏原隆ロケ後に愛車でお出迎え、多くの見物客が見守る中、主演の多部未華子、31、は改札を出るシーンや、仕事上のライバルを演じる瀬戸康史、31、から声をかけられる場面を撮影していた。昨年、カメラマンの男性と結婚し、公私ともに充実している多部。今回、彼女が扮する主人公は、製薬会社のミスター、営業。仕事はできるのに家事が全くダメな主人公が、大森奈央、48、演じるおじさん火星夫を雇うというコメディーだ。こんなに足がスケスケのスカートで営業先を回るミスターがいるのか、というツッコミはさておき、彼女のコメディエンヌぶりがテレビ画面に繰り広げられる日が待ち遠しい。フライデー、2020年4月10日号より。